さんこんにちは、きらめいピンク大春添え役の工藤美桜です。はい、本作の見どころを教えてくださいということで、ゼンカイジャーとキラメイジャーって見て明るくなれる作品だとどちらも思うんですけど、こう明るくなれるにしても違うジャンルだなと思っていて、それがこううまく混ざり合ってるなっていうのと、笑える箇所とかもすごくあったので、見た皆さんが楽しい気持ちになってくださる作品だなと思いました。久々に役衣装を着てみて感じたことはありますか？当時撮影期間中は、まあ、まだいけるなって思ったんですけど、今髪型がちょっとお仕事の都合で変わりまして、いけるかなってあと今日で多分もう着るのが当分は最後かなって感じなので、ゆめちゃんともこれ着るのじゃあ10年後だねってなった時に、ちょっとこのショーパンの時は長くしてもらおうかっていう話なんかもしてました。まだいけますということで、機械戦隊ゼンカイジャー対キラメイジャー対センパイジャー上映中です。劇場で見ないとお仕置きするわよ。バイバーイ。